95式走行機動車とは、大日本帝国陸軍が1935年に採用した鉄道用走行車。軌道走行用の鉄輪の他に無限軌道を備え、軌道外走行も可能だった。略称は、初期。95式走行機動車乗組員と工兵の装備として、南満州鉄道警備のために開発が始まった。 設計と試作を行ったのは東京ガス電気工業で1935年に試作車が完成しその後に正式採用された開発時から秘密兵器扱いとされ写真は検閲での不許可対象だった本質は鉄道車両であり軌道走行用に本格的な機構を備えていた二軸四輪の鉄輪を車体下部に有する レール幅の異なる大陸方面での使用を考慮し、狂気、標準気、後期のいずれにも対応できた。91式経過車の牽引をすることもできる。本社の最大の特色は、軌道外走行用に無限軌道を備えていることである。軌道上と軌道外を走行可能な送輪走行車は各国に見られ、日本陸軍でも91式後期牽引車が、 すでに存在していたが、早期走行者型で量産されたのは、世界で唯一である。軌道走行時には邪魔にならないように体は釣り上げられ、軌道外走行時には逆に鉄輪を髪型に収容して行動した。切り替え作業は、車内からの操作でも可能で、所要時間は、軌道からの離脱には1分間、軌道への復帰にも、車外の誘導があれば三分間の短時間で済んだ。 外形は戦車に類似している。走行は小銃弾に耐える程度の軽度なものである。砲塔を有するが固有武装はなく、必要に応じて11年式系機関銃などを装着した。固有武装がないのは戦車を所管する。不評価から固有武装を積むのならば戦車であり、後編車両としては認められないとの反対意見が出されたためである。 なお、こうした、兵科間のセクショナリズムはしばしば起きるもので、日本陸軍の場合は、走行作業機などの他の走行車両開発についても、問題となった。派生車両として、クレーンを装備した、鉄道工作車が開発されている。本社は、東京ガス電気工業のほか、三菱重工業で生産が行われ、計121両が完成した。 各鉄道連隊に配備され、日中戦争中から実戦参加した。鉄道警備や場合によっては、鉄道沿いの進行作戦にも使用された。迅速な野外軌道が可能な特性を活かして、戦見車両として活動することもあった。太平洋戦争中には、少数がビルマ戦線にも投入されている。第二次世界大戦後に、中国軍が接収し、 北京市の中国人民革命軍事博物館に一両が保存展示されている。アメリカ軍も一両を研究資材として持ち帰っている。ありがとうございます。